はい、皆さんこんばんは。今月も中田浩の楽しい資産形成塾お時間やってまいりました。今月はですね、ゲストをお迎えしておりますので、後ほどお楽しみにしてください。もう6月終わりになりまして、夏至も過ぎてですね、日が本当に長くなりましたけども、よく考えるともうこれから日一日毎日日が短くなっていくということなんですね。でワールドカップも残念ながら今朝ね、私も5時に起きてみましたけども、結果としては残念でしたが、また次回につなげて、ぜひね、頑張っていただきたいなというふうに思いますけども、世の中今ちょっと日本の方でもですね、安倍さんの、実はその成長戦略っていう話が注目されとるわけですけど、まあ、ある程度中身についてはもう新聞等々で、一部部分的にはね、報道されてきてますから、よっぽど大きなそのインパクトのあるものがない限りは、その市場はある程度織り込み済みかなという見方をしております。あと当面その日銀によるその追加緩和策とかってものもこのタイミングではなかなか出づらいと。で、かたやですね、アメリカの景気指標なんかは結構引き続き景気がいいっていうふうに言われるような数字が出てます。新規の住宅着工件数とかですね、このあたりも1992年以来の高い水準とかっていうことになってますから、まあ、それなりにアメリカはやっぱり景気がいいと。ところが、そのアメリカのその中央銀行の FRB のね、イエレン議長は、金利の引き上げ時期に関しては全く今の時点ではその予定してないということで、まあ、比較的長い間金融緩和策が続くだろうっていう市場の見方から、まあ、先週あたりはずっとアメリカの株がですね、史上最高値を更新して、非常にアメリカ株強いなという中で、まあ、日本の株もですね、日経平均株価で1万5000を超えてくるという形で、まあ、今週を迎えているわけですけれども、まあ、今週はどちらかというと、調整局面で頭を抑えられている感じですね。あとその安倍さんから その新しい成長戦略がどういうふうに出てくるかというのを市場が注目しております。で、経済的なそのファンダメンタルズ、その基礎的な条件は比較的その、まあ、割と株価にとってはいい材料が多いんですけども、ここ数週間で急激に、まあ、事態が進展しているのがイラクとイランの問題ですね。で、このあたりはですね、結構根が深い問題で、その前にシリアの問題があったりですね、もともとはそのイスラム教のいわゆるその教派のシーア派とスニ派っていうのがあるんですけども、まあ、この対立構造という簡単なそういう図式ではどうもなくて、まあ、いろいろちょっと複雑な問題が絡んでるわけです。ですから、石油価格なんかもちょっとね、今、じわじわと上がってきてまして、これ、皆さんやっぱりガソリン価格、よく見といてください。おそらく週単位で少しずつ値上がりしていくんじゃないかなという感じがしておりまして、これがちょっと長期化しちゃうとね、あんまりその景気にとってよろしくないので、このあたりは要注意です。まあ、ロシアの方が落ち着いたんですけども、今度はイラクの問題が出てきたと。でワールドカップがいよいよ佳境を迎えてまいりますんで、世の中の人、特に株とかね、市場にその携わっている連中っていうのは、結構仕事中、テレビに見てますから、株式市場もいまいちパッとしないっていうのは、どうも毎年の恒例のようでして、そういう意味では、この7月はだれるというふうな見方は、私はもともとしておりましたけども、どうもそんなふうになるのかなというふうには思っております。ただ中長期的にはですね、引き続き株価、それからまあドル円レートに関してもドルが強くなっていくという大きな流れは変わりませんので、この6月の下旬最終週から7月にかけては、ちょっと要注意なんですけども、そこはまあ絶好の買い場になるという見方をしておりますので、あといろんなそのテクニカルチャートとかですね、いろんなその指標を見てますと、中長期的なその買いサインって言いまして、その例えばゴールデンクロスというようなものとかですね、いろんなあの指標が出始めてますので、まあ、そのあたりもよく見ながら、市場の方を注目していきたいなというふうに思っております。さて、もう梅雨の中で、非常に最近はゲリラ的な豪雨も局所で起きてますけども、私ども、前々回ぐらいからですね、この AOIA の授業で取り上げているいくつかの その代表的なクラスをご紹介してまいっておりますが、この天候の話とこの授業どう絡むのか、喋りながら参ったなと思ってるんですけども、
結局つながりませんでした、もう私どもスタッフを今日ご紹介します。作者、新庄作さんですね、今回私ども経済英語のスクールをもうこれ4年目に入りました。私どもの学校の授業の中では一番古いコアの授業になりますけども、今日はそのお話をさせていただきたいなと思っておりまして、そのスクールの担当の新庄作さんを今日はお迎えしておりまして、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。作ちゃんももうだいぶ慣れましたね。そうですね、もうすぐ1年っていう感じです、ね、早いね、はい、その中でも一番その、まあ、ランケンさんというのは非常にあの厳しい方でいい方なんですけど、やっぱ仕事に対する姿勢とかね、そのあたり非常に厳しい方です。ですからその最初その新庄さんが担当される、まあ、するっていうふうに決まった時に正直若干心配してた部分は正直あるんですけども、まあ非常にね、そのランケンさんからもあのなんて言うんだろう、お褒めの言葉をいただいておりまして、ありがとうございます、ね、非常によくやっていただいてるかなと思いますけどね。今日はじゃあそのランケンスクールの、はい、あのご紹介ですね。はい、はい、もう今度は8月から、あ、7月からかな、新しいスタート。あ、8月からか。8月からです。そうですね。はい。はい。何ターン目になるんですかね。11です。うわ。4ヶ月が1サイクルですよね。そうですね。はい。ということはもう40ヶ月以上やってるわけですか。はい。40ヶ月ということは丸3年以上ですよね。はい。すごい長いです。ね、長寿授業でございます。どんどんそのラインナップも拡充しておりまして、じゃあ最近のね、そのランケンスクールについてちょっとお話ししてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、いきなりなんですけれども、7月26日に、ランケンの経済英語スクール懇親会を行います。日時は7月26日、夜7時から9時までで、場所はあの最近オープンしました6月11日にオープンした虎ノ門ヒルズで行います、ね、私どものオフィスから歩いて3分かかんないぐらいですね。はい、もう本当に目の前ですよね、はい、こちらはあのどなたでもスクール受講生ではなくてもどなたでもご参加いただけますので、あのぜひ、懇親会参加していただければと思います。はい、はいね、毎回 20,30 人の方ねいらっしゃいますよね。そうですね、はい、で毎回あの会場を趣向を凝らしてまして、うん、フルターズとかでも2回ぐらいやったのかな、はい、それからなんか居酒屋さんでもちょっと趣向を凝らしたような居酒屋さん、前回は戦国武将の居酒屋さんでしたね。はい、そうですね。でその前は小学校 あの給食を食べるような雰囲気のね、はい、クラスの渋谷の居酒屋さんとか、うん、結構その趣向を凝らした場所で、まあ、会場だけですけどね、あのいろいろトライしております。で今回いよいよその私どものオフィスのすぐそばにできた虎ノ門ヒルズ、はい、さきちゃん行きました？はい、あのオープンした時に行って、さすが、あ、道理で仕事中いなかったと思ったらそういうことか。あ、ちょっとバレちゃいました。いつもランチの時間長いかなって気がしたんだけど、ね、はい、僕もあの日オープンした夜に行きましたけどね。あ、どうですか？もう人がいっぱいで、あのお店が意外とお店の数少ないよね。そうですね、六本木ヒルズとかと比べると少ないですよ ね、うん、でもあの中庭とかなんていうのかな、あの空間はすごく、うん、素晴らしいね、はい、こんなところにこんなの作ってたんだって感じですよね。はい、そうですか。じゃあ虎ノ門ヒルズでね、ぜひ、はい、あの一人でも多くの方にご参加いただけるよう楽しい会になっておりますので、今回初めての方もね、ぜひあのお誘い合わせの上ご来場ください、はい、よろしくお願いします。はい、これで終わっちゃうの？そうですね、あとスクールのねお話もしてもらいましょうか、はい、ちょっと実際にその経済英語スクールっていうのがどういうスクールなのか、はい、説明したいと思います。はい、ランキンの経済英語スクールは、ちょっと待ってくださいね。こういう感じになっておりまして、基礎編、市場編、危機編、ニュース編という4つのコースからなっているんですけれども、はい、ちょっと基礎編という一番最初のコースの紹介をしたいと思います。はい、ランケンの経済英語スクールの基礎編では、あの世界経済の全体的な構造をまず理解することを目的としています、うん、例えばあのサブプライムローンとか、うん、あの経済のニュースっていうのはやっぱり
基礎的な知識がないと理解できないですよね。例えばあのウィキペディアでサブプライムローンって引いてみても、うん、あのすごいズラズラと文章が出てくるんですけれどもいまいちピンとこないよね。そうですね、うん、なかなかピンとこないんですけど、あの本当に構造、例えばインフレとか GDP とか、うん、そういうものを学んでいくことで、その積み重ねで、あのなんとなくイメージが把握できるようになっておりまして。そうですね、はい、そういうあの基礎的な知識を身につけるのに、うん、あのぴったりな講座になっております。これはね、本当僕も初めて、もう4年前ぐらいになりますけど、彼の授業を受けた時に、あ、こういうふうには入っていくと分かりやすいんだってすごく思いましたね。あの英語の勉強するんですけども、経済英語ですから、当然経済に関連する英語の知識を身につけてもらうわけですけど、そもそも経済をある程度日本語で理解しとかないと、いきなり英語っていうのもね、難しい部分もあるでしょうから、本当に基礎的な、まあ、GDP っていうその景気の、その付加価値を示すようなものから、インフレって何ですか、あるいはその中央銀行の役割って何ですか、政府の役割は何ですか、ね、世界中の経済 の、 その規模ってどんな感じなんですかっていう、非常に大きなね、はい、大枠から入っていくので、本当に初めてそのお金とか経済を学ぶ方にも非常に分かりやすいです。でそこに英語っていう軸が入ってきますから、同じ60分の授業ですよね。はい、そうです。経済と英語が両方学べるという意味で、このランケンの経済英語スクールというのは商標登録しておりまして、なかなかこういう授業は他ではありません。ぜひ、一挙両得です。これからね、グローバル人材、ね、国際社会で活躍したいという方にはぜひ受けていただきたいですし、初めてちょっとお金の勉強したいなという方も、英語っていう切り口が入ることで余計に、なんていうのかな、分かりやすいですね。逆に日本語で理解するよりもかえって英語で理解した方が早いっていうか、分かりやすいです。これは僕の実感ですね。はい、はい、実際にあの基礎編の講座がどういう授業になっているかっていうのをもうちょっと詳しく見ていきます と、はい、最初にあの無料のイントロクラスがございまして、こちらであのランケンスクールの4つの講座の説明があるんですけれども、その後に、いよいよマクロ経済という授業がありまして、こちらは経済の全体的な構造についてまずあの図を使って見ていく講座になっております、うん、でその後は GDP の授業がありまして、そうですね、例えば2050年 の、 あの人口と今の人口などを比較して、その各国の経済がどうなっていくかっていうのを予測したりする授業になっております、うん、でその後にインフレの授業があって、今そうですね、インフレとかデフレとか、あのアベノミクスでもちょっと話題になっていると思うんですけど、うん、その授業をしていきます。で、5番目には金融政策という授業があって、あの金利がどうやって決まっていくのかとか、そういうものを勉強していきます。はい、で最後財政政策というのなんですけど、あの5番目にやった金融政策と財政政策っていうのはどういうのが、どういう違いがあるのかって、ちょっとなかなか聞かれてみると答えられない部分もあると思うんですけど、そういう違いについても勉強していく講座になっております、うん、であの最後に、この学んだ知識をもとに全て英語で、あの英字新聞を読んでみるっていう感じになっております、うん、はい、ありがとうございます。はい、あのね、アベノミクスの第一の矢がまさにこの金融政策、うん、第二の矢が、財政政策ね、で、何でしたっけ、第三の矢が成長戦略で、これがまさに今待たれてるわけですね。第一、第二はある程度はまあ市場の評価を得ました。それなりに効果も表れてきてるんですけども、まあ、この持続性がねまた問われますけど、早くこの第三の矢、成長戦略を骨太のはっきりしたものを去年1回出して、これ市場からノーを突きつけられましたんで、今年はもうこれ正念場です。もう後がありませんので、これで世の中の方々が失望してしまう中身ですと、まあ、せっかくちょっと浮揚しかけた日本の景気株価、この辺りにも非常に大きな影響が出てきますので、最終的にどうなるかね、非常に注目されるところですね。はい、はい、これが一応基礎編 の、 あの概要となっております、はい、あの
そうですね、7月にもまだ授業がありますので、うん、ぜひあのご参加いただければと思います。そうですね、はい、あの無料イントロっていうのは毎回やってます。だいたい各週土曜日、お昼過ぎから夜まで、やってますので、ご自身でそのコマ小回りがもう決まってますんでね、あのご都合のよろしい時間帯を選んでもらってご受講いただくという形をとっております。あとこれウェブでオンライン受講も一応できるんですね。はい、そうですね、はい、あのお越しいただけない方も結構地方の方も、うん、ランケンさんの大ファンが根強くいらっしゃいましてですね、うん、あの会場にいらっしゃらない方もオンラインで受講されている方も結構いらっしゃいますので、うん、ぜひ覗いてみてください。はい、ではちょっとまた最後にあの最初にお話しした懇親会をもう一度告知したいと思います、ね、ダメ押しで、はい、あ、すいません、こちらじゃなくて、ちょっともう一度ぜひ来ていただきたいと思いますので、7月26日の7時からあの虎ノ門ヒルズであの行いますので、ぜひご参加いただければと思います。土曜日ですね。はい、いつも結構この後カラオケ行ったりするんですよ。あ、そうですね、二次会とかでもね、カラオケ行って誰も歌わないっていう不思議な二次会なんですよそうなんですよね、みんな話し込んじゃってね、はい、あの結構あの個人の投資家の方でも、非常に何て言うんですかね、有名な方も実はいらっしゃって、そのランケンさんの師匠って方ですけどね、その方にその個別に指導を受けたいって方も根強いファンがいてですね、うん、結局話し込んでると誰も歌わないんですね最初僕らがねちょっと場を盛り上げようと思って歌ってもシーンとして帰っても二度と歌わない方がいいかなって、ね、顔出してもおとなしくしてます私は。はい、はい、ということですので、はい、会場これ何人ぐらい入るのかな。30人ぐらい。30人ぐらい、はい、ね、はい、あっという間に埋まっちゃいますけど、ぜひ、はい、あの新しい方にも多くいらしていただきたいなと思いますんで、ぜひ皆様のご来場お待ちしております。お待ちしております。はい。はい、じゃあこんな感じでですかね。はい。はい、今回はあの経済英語スクール、ランケンの経済英語スクールですね。ぜひ私どもの AOI のホームページでもご覧いただけますし、ランケンの経済英語スクールという形で検索していただきますと、まあ、専用のランディングページといいますか、ホームページもご用意しておりますので、そちらからすべてお申し込みいただいたりもできますので、またお気軽に AOI の方にお問い合わせください。それでは一回ちょっとね休憩挟みまして、後半の方に移ってまいりたいと思います。さきちゃんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。
それでは後半参りますけども、今日はですね、私が大好きなゲストを迎えしておりまして、大変普段からお世話になっておりますけども、メンタル笑顔セラピスト、ね、月野さんでございます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。すごい楽しみにしてね、今日は本当にもっと早く出ていただきたかったんですけども、ありがたいです。いよいよ今日ご登壇いただきました。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。なんかすごいものが並んでる感じなんですけど。はい。ね、ここぞとばかりに手前に置かせていただきましたけど。ね、これは色、そうか、徐々にあれですかね、赤から始まって。はい、私がセッションしているカウンセリング、はい、まあ、セラピーの手法の一つなんですけども、基本的に私はもうその人がちょっと今心のブレーキになっている原因を取り除く、作業っていうのが、そのきっかけを、ね、引き出すっていう、はい、カウンセリングをメインにしてるんですけども、やっぱり日本ってまだまだカウンセリングセラピーっていうとちょっと硬いって、入り口がちょっと敷居が高いとか、はいはいはい、ちょっと入りにくいっていう方がすごく多いので、うん、その入り口となるものをなんかなんとかこうスッと入りやすいものがないかなっていうのを探している時に、このキャメスって言って、カラー&アロマメッセージって言って、うん、この色とその香りとその ISD 個性心理学っていう個性ですね、はいはい、個々に持った、個性をちゃんと生かしつつ、うん、その人に合ったカウンセリングセラピーをするっていうのをやってるんですけども、この今並べさせていただいたこちらのボトルなんですけども、はい、このボトルを今好きな色の順番にちょっと並べていただけると、ほうほう、今現在の心模様が読み取れます。なるほど。でそれと合わせてその人に合った個性ですね、うん、の数がこの色のボトルの分に分けてあるんですけども、ちょっとまあいろんな形角度から、私はその人に合ったカウンセリング、うん、やっぱりいろんな心理学とかカウンセリングセラピーの仕方ってたくさんあるんですけども、はい、同じカウンセリングの仕方を同じ別な人にやっても響くカウンセリングとセラピーってあって、うん、その人に一番必要な、うん、やっぱりセラピーって絶対大事で、なるほどね、それをねこう一番最初の入り口でこの、はい、見分けるにはすごく適しているものだなと思って、はい、私はすごく愛用させていただいているアイテムです ね。素晴らしいですね。僕も実は何度かねお世話になってるわけですけど、 ありがとうございます。毎回例えば2回目行った時は、前回は記憶には当然ないんですよ、うん、細かいところまでね、うん、で多分今回は全然違う色で並べてみようと思っても結局変わんない、変わんないっていうか多少の変化あったにしても、うん、例えば赤からいきなり例えばこの緑が一番に来るとか、うん、こういう激しい変化っていうのもあるもんなんですか？あります。あるんですか？例えば一番最初に好きな色を一番目に持っていても、うん、その人にとって今の赤がどういう意味合いかっていうのが前回と変わる時があります、うん、はあ、やっぱりそのすごく今決めたいことがあるとか決断したいこととか行動したいことがあるって思ってても、それが何に対してかっていうのはやっぱりその人の気持ちによって違うんですよね、うん、なるほどね。それが例えばこう今の自分の状況環境、うん、その部分しか見えてないってなると、うん、やっぱり他から俯瞰して見れなくなってる自分になってるので、そこでちょっと窮屈さであったり自分の心のブレーキを自分で作っちゃうっていうのがあるので、うん、それをちょっと私はそのもうちょっと遠い目が俯瞰してみて、うん、自分どこの位置にいるのかなって、自分はどこの位置に行きたいのかなとか、うん、あとは自分の中でこう埋めたいもの、うん、今補うところってどこなんだろうっていうのを、うん、よくしているんですけども、内容の方ちょっと説明させていただけると、はい、こういったカラーで今の心模様を見て、こちらで今こういう状況ですねっていう提案をさせていただいた後に、それに合わせてこのアロマですね、このスピリットオイルっていうこのキャンベスに合わせて作っていただいたオイルがあるんですけども、このオイルはすごく面白いんですけど、例えばストレスを感じてたりとか、そういった色を嗅いでいただくと匂いがしなかったりとか、あとなんで不快な香りになるんですよね、はいはいはい、きついとか確かに、ね、経験してるんで、はい、お分かりになってると思うんですけど、嗅ぐとこう、わ嫌な匂い、これ薬みたいな匂いがするとか、うん、それやっぱりストレスを感じてる香りであって、それを 2時間くらいのセッションを受けると
自分の中でそれがストレスになっているものって大体それが試練だったりするんですよ。今克服するべき試練のテーマだったりするんですよね、うん、それをカウンセリングセッションすると自分で受け入れるんですよね、うんうん、あ、自分が今乗り越えるところってこれなんだとか、今自分がそこを克服しなきゃいけないところはここなんだとか、うん、っていうところが見えてくると、最後セッション終わってまた嗅いでもらうんですよ、うん、そうすると嫌な匂いだったのが、うん、すごい好きな香りになるんですよ、はいはいはい、その2時間で劇的に本人がクライアントさんが何ですかこの匂いってこんな変わるんですかっていうので、本人がご自身が一番こうびっくりされて、うん、で体感していただいて自分の心の変化っていうのが分かるっていうのがすごく私も大事にしているところなんですけども、ね、やっぱり人って中田さんも経験させていただいて、ね、はい、セッションを受けて体感していただいたと思うんですけど、ね、はい、なかなかね、今こういう状況ですよ、こういう感じですよとか、うん、してもね、体感しないと人って気づけないんですよ、ね、うん、香りであったりこの色であったり、うん、理屈では分かってても心が、あ、そうかとか、うんうん、あ、こういうことかって気づけるのっていうのは大体やっぱり体感しないと無理で、うん、まあ、企業とかに向けてセミナーとかワークもやらせていただいたりするんですけども、はいはい、その時に如実にこう出るっていうのがアートセラピーなんですよね。私は大体この入り口としてこのキャメスっていうから色彩心理療法と、はい、あと香りとあとアートセラピーっていう手段を使ってます、ね、はい、でそのアートセラピーっていうのは自分で描いて、うん、無意識にこう書いた形がすごくそれが表に出るので非常に反響が良くて、この間もすごく大手の企業さんさせていただいたんですけども、皆さんやっぱり意識が高い方たちばっかりなので、自分で自腹で高額の講義とかそれ受けてらっしゃる方たちばっかりなんですけども、たかだか絵で何が分かんのっていう感じだったと思うんですよね。始めた時はね、やっぱりこうどんなもんじゃいみたいな感じだったんですけど、初めてこうアートワークをやったら、うん、あ、自分ってこう見られてるんだとか、うん、でトップセールスマン、成績がすごくいい方の描く絵とやっぱり成績が伸び悩んでる方っていうのが如実にすごいそれが分かるっていう、それすごいですね、うん、まあ、一つちょっとサンプルで持ってきたんですけども、その時の営業の皆さんのワークはちょっと取り入れられなかったんですけども、はい、これ一つサンプルのクライアントさんなんですけども、うん、この2枚なんですけども、一つ持ちましょうか。大丈夫ですか？うん、あ、です。見えるかな？大丈夫かな？前出してもいいですか、ね、はい、はい。こちらが一番最初に描いた絵です。これ同一人物ですね。こちらが最初に描いて、こちらが何回かワークを受けて描いた絵です。中田さん、この絵ご覧になって何が違うか。これね、これ、そうですね。見えづらいですけど。ちょっとさっき拝見してたんですけど、はい、パッと見、例えばうまい下手で言うとなんとなくこっちの方がうまそうに見えるんだけども、はいはい、最初に違うなと思ったのはまずお日様がね、お天道さんっていうのかな、うんうん、これがこっちじゃないですよね。そうですね、はい、それとね、あと川にね橋がかかってるんですよ、こっちは。あ、素晴らしいところに、赤い橋ですよね、はい、でこれが非常に目立つんですけど、うん、こっちは橋なのか道が途切れてるのかちょっと分かんないんですけど、そうですね、なんかそんな感じがありますかね、うん、素晴らしいところにさすが気づいてる、ね、模範的な回答、本当にありがとうございます。打ち合わせしてないですよ。本当にこれ一目瞭然なんですけども、橋って実はすごく大事なポイントになってるんですけども、はい、ここだけは結構伝えたりとかしてるんですけども、やっぱりこの絵の中でやっぱり感情を伝えられるかどうかっていうのがすごく出てる。感情ですか、はい、この間行ったセミナーでもやっぱりそのトップセールスマン、営業成績がいい方、契約をすごく取ってる方っていうのは、うん、感情の伝え方をすごく全部絵で表してました。出てました。で書いていましたし、うん、表現もちゃんとしてました、うん、でやっぱり全体的に明るい絵でした。成績が伸び悩んでる方の絵っていうのはやっぱりどうしてもどっか暗さがあったりとかあとどうしてもね過去の方に過去ちょっと補わなきゃいけないものとかちょっと自分の中でブレーキをかかってるものとかを、うん、やっぱりすごくパッと見た時にそこが
目に入るように書いてるんですよね。でなんでこの人はここにこれを書いてるんですかっていうと、やっぱりなんかそこで心にブレーキがかかってるものとか、なんか引っかかってるものを自分でそれを取り除くことができないでいるっていう、やっぱ自分の中にこう心の中で無意識の中に本当は補いたいもの、本当は解決したいものをそのまんま残して大人になってると、それが大人になっていくとやっぱり障害になったり、いろんな考え方をするときにそれがちょっとブレーキになったり、ちょっと間違った偏った思考とかっていう形になることがすごく多いです。まあ、この絵はすごく本当一部なんですけども、やっぱり何を描くと、この絵私が描いた絵なんですね。本当にこのアートセラピーを学び始めたときに、こちら一番最初に描いたんですけど、やっぱりちょっとその時金銭的にすごく困ってたんですよ。それがすごく出てるんですよ、この絵実は一部分に。あ、そうなんですか。色合いとかでそれは見たりしてるんですけど、でこっちの方はね、全然ねもう 5,6 回描いた後だったので、割とやっぱり太陽がやっぱり出てるっていうのもそうですけど、やっぱり太陽って照らすものなので、まあそこら辺はもう見た方が、あ、なんかやっぱり日が差すというか光が見えてきたというか、はいはい、そういうものが見えてくる絵というか、私自身この1回目描いた時よりと、この、まあ、5,6 回目くらいかな、描いた時やっぱり自分の心、自分のトラウマにすごく向き合った時でもあったので、自分で描いてても無意識に意味を分かってても、やっぱり描きたいものを描いたりとか、描き上がってからまたここにこれ書いちゃってるなとかあります。なるほどね、多少もう経験済みなんだけども、実際向き合って、そう書くと、ね、知らずに向き合って書くときに自分のこう執着心とか、まだここは私持ってるなとか、なるほどね、書き上げてみると分かるっていうのがあるんですよね。これはどういう状態で、なんかこういう テーマが決められてってる感じなんですか。はい、これ有名な、多分カウンセリング勉強される方は皆さん多分ご存知だと思うんですけど、風景構図画法って言って、11項目を書くんですよ。山を描いてくださいとか、川を描いてくださいとか、でそういう11項目くらい書いていただいて、でそれで前提を見る。なるほどね。まあ、一つ一つ意味合いがあるんですけど、はいはいはい、ネタバラシになるので言いません。そうですね、これはねぜひセッションを受けていただくと本当に、はい、私もね一回私の場合、絵の場合はちょっとお試し的な部分だけでしたけど、まず絵がそもそも下手なんですよね。ね、いや、言えないですけど。で自分でも絵描かなきゃいけないのかと思って、その表現する術を知らないので、結局出てきた絵がとんでもない絵でしたね。もう家族中に大笑いで、はい、もう多分今までの歴代の、なんていうんですか、そのセッションを受けた中でもワースト3に入る絵じゃなかったかと思うんですけどね。でもうさぎちゃんをね描いた絵がねとてもインパクトが残ってるんですけども、あれでも見て、ええ、みんなが笑って、ええ、いや面白いねって、それがだから中田さんそのものとか愛らしいっていうのかな、すごいそれが出てる絵なんですよね。ちょっと人面犬みたいなうさぎだったんですけど、ね、あれはあれでね、やっぱり見てみんな笑顔になるっていうのはやっぱり素晴らしいことですよね。これフォローじゃないですよ。本当にそういう絵なんですよ。すごく大事なんですよ。やっぱり自分がねすごく可愛いと思って描いた絵が、誰から見てもなんかこれ怖いとか、ね、宇宙人のワークなんかね、すごくよく分かりやすいんですけど、はい、そのワークによって自分で思ってる自分と他人から見られてる自分って、どっちが本当の自分っていう、ああそれありますよね、そういうテーマを投げかけたりするんですけども、やっぱり他人からどう見られてるかっていうのを知るっていうのはすごく大事で、さっきちょっとお話ししたんですけど、私自身もすごく大きい女で生まれたことに否定されて育ってたので、すごく女性であるなっていう、女性でいることが生きてる意味がないっていう、価値がないっていうのをすごく植え付けられてたので、今でこそこうやって髪の毛も伸ばして下ろしてるんですけど、本当にもうそのカウンセリングの勉強するまでは本当に髪の毛は結ぶため、スカートもワンピースなんてもう持ってのほかで、20代なんか本当真っ黒の服しか着てなかったですね。自己防衛だったりするんですけど、まあ、お葬式とかね、やっぱり喪服とか着てるのは自分の感情をあまり表に出さないよっていう意味もねあると思うんですけど、自分自身もそういうトラウマにすごく向き合ったのもあって、まあ、今回こういうのような機会にお話しさせていただく意味も兼ねてですけども、やっぱりその自分
がその女で生まれたことに価値がないっていうふうに、うん、それを親に認めてもらいたいがために、うん、親にどうしたら認めてくれるんだろう、私の存在を分かってくれるんだろうって思ってると、うん、どん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 そこだけを埋めるために頑張っちゃうんですね。はあ、なるほどね。それが大人になるとどういう形に出るかというと、うん、お金を貯めても人に認めてもらうためだけに散財するんですよ、うん、執着心っていうのが、まあ、そういう形に出たりとかするんですけども、いやどこのホストに貢いでんのっていうくらい付き合ってる彼に本当貢いでましたね。あ、そうですか。あの金どうしちゃったんだろうって感じですけど、もうちょっと早く知り合っときたかったですね。はい、いや本当大変だったんですよ。でもそれ自分で辛いと思わないのが怖いんですよ、うん、あ、だから自分でこう補わなきゃいけないことを自分を知らないってその怖さがあって、やっぱりあの何でもそうなんですけど、心の自分のバランスを取る、うん、自分が満たされた状態にすることができないと、うん、やっぱり偏った形で愛情表現したり、うん、偏った状態のまま仕事もこう、ここはこうじゃなきゃいけないとか、うんうんうん、あのお金は貯めたら私はこういう使うのが絶対ベストだと思うし、なんであなたはそういうふうにお金を回せないのとか、なんか人に否定することがこう多かったりとか。あ、なるほどね。でも良かれと思ってやってるんですよ。本当に。まあそうですよね、うんうんうん、あの月野先生 そのホームページとかブログ拝見するとね、ちょっとその昔の写真とかね最初は分かんないですけど、あの、はあ、なるほどと思いますけどね。うん、これぜひあのご覧になってください。今の話だと何のことか分かんなかったと思うんでこれ見てみると、あ、なるほどと思います、ね、で実際あのこうやって私もセッションを受けて、本当にあの何て言うんだろうな、一回だけで、あ、これで分かったってもんじゃないんですよね。そうですね、これやっぱりその継続的に、私の場合なんかも本当にいろいろあの見ていただきたいなと思ってますし、あの本当にね、一人でも多くの方にあの一番長い、通常2時間ぐらいでしたっけ。そうですね、うん、2時間以上はね、やっぱり集中力がね、かける方も切れちゃうんで、まあ、そうですね、忘れちゃうんですよね、うん、で結構あのお試しじゃないけど、そういうセミナー形式のやつもありますもんね。はい、そうですね、うんうん、でいろいろ月野さんとお話ししてて、私どもはあの AOIA っていうそのお金と経済と、まあ英語のね学校なんですけども、うん、やっぱりそのこれから国に頼れない、人に頼れない、まあ、自分でねやっぱり資産形成をして、うん、その自立して行動に移していくっていう、そこをまあ習慣化してもらうっていうための、まあ、きっかけをね作ってもらう学校ということで、うん、やってます。で瀬戸さんの中には、もちろんそのお金を増やしたいっていう思いでいろんな授業を受けられる方もいますし、あの将来先々に対して何か今からやりたいけど何から手をつけていいか分からないという方もいらっしゃいますしね、いろんなまあクラスがあるわけですけど、そのまず自分を知ってもらうという意味でね、はい、あのそうですね、僕らとしてもそのカードゲームを作って、そのカードゲームを体感してもらって自分 その性格とか今の立ち位置を知ってもらうというのは目的の部分もあるんですけど、例えばこういうフレーバーといいますかね、こういう視点から自分のタイプなり自分が抱えているもの、これを客観的にその見つめ直す時間ってものがあると、例えば先ほどもお話に出ましたよね、お金というものに対してその現在の自分、それから将来なりたい自分、ここの架け橋になるような一つの道筋がこういうものも通じてね、なんかあのきっかけになるといいなと思うんですけどね。すごくやっぱりカウンセリングとかこうセラピーとか受けに来る方、うん、まあ、セミナー受講される方もそうですけど、はい、やっぱり生きていく 上でやっぱりお金って欠かせないものなんですよね、うん、そうですね、私もやっぱり大変な時期も経験やっぱりしてますし、うん、実家もやっぱり倒産するとかすごく大変な、お金でしんどい思いもしましたし、やっぱり世の中お金だなとか、ただその自分にこれもやっぱり一つの、まあ、トラウマって言い方あんまりしたくないんですけども、うん、その自分の心のブレーキになっている一つとして、お金のせいでとか、あ、うん、マイナスのイメージですよね、うん、それをなんでお金のせいで思うようになったかとかっていうと、そのお金のせいでと思ってると、うん、お金のせいでというネガティブな発想ですよね、うん、そっちに持っていっちゃうと、いつまでたってもお金のせいで
しんどい思いしちゃう、うん、それなんでそう思うようになったのかっていうところを埋めると、例えばまあ個性によってやっぱりお金をすごく運用するのが上手な個性とか、うん、いろんなあの個性ってあります、うん、あの自分の中で貯めてそれをうまく人に与えるのが好きとか、うんうん、あの人が喜ぶ形で使うのが大事って、うん、ただそれをむやみやたりに過去の私みたいに使うんじゃなくて、ちゃんとその本当に生きたお金の使い方、うんはいはいはい、あのその生きたお金をこう使うことによって自分にも生きたお金が返ってくるって、うん、そのよくね死人がねとかね、はいはいはい、いろいろそんな表現の仕方もしてたりするんですけども、うん、自分がそのなんでそのネガティブなものを欠けた状態の自分のまま社会に出ちゃうと、うん、どうしてもその欠けたものに固執してなんでこうなったんだとか、こうならないために私はここを埋めたい僕は埋めたいっていうので、ね、無意識でねこうやっぱりちょっと偏ったお金の貯め方とかで使い方をしちゃうっていうのはあります、うん、やっぱりカウンセリングをしててやっぱりお金に困ってる人もやっぱりいますし、うん、月野さんのセッションを受けたいけどお金がないんですよとか、うん、やっぱりそれはその人が乗り越えなきゃいけない克服しなきゃいけない一つのテーマでもあるんですけども、ちょっとでもそのカウンセリングを受けた人とかがちゃんとしたね満たされた心の状態を持つことで、うん、出すべきお金の使い方、あだそういうね、そういうものを意識し始めた時に初めてじゃあお金を作るにはどうしたらいいんでしょうとか、うん、お金を僕がこう生きた使い方するっていうんであればどういう使い方が合うんでしょうって、うん、初めて冷静に俯瞰して考えれるようになるっていうのはあると思います、ねうん、でそういう時にふとあの中田さんのね、うん、やってる学校講義とか受けられたら、うん、あの最終的に自分が豊かになって潤うって形にはなるっていういい循環ですよね、が作れるっていうのはすごく感じますね。なるほどね、やっぱりお金って大事ですからね、うんうん、まあ、僕らのところもその単純なノウハウとかハウトゥーだけじゃなくて、むしろその基礎的なねあのお金との向き合い方ってところに結構そのこだわりがあって、そこに力点を置いてるまあ、授業内容になってるので、あの単純に例えば株で言えばどの銘柄買ったらいいんですかとかね、あのチャートの見方とか、売買のタイミングとか、まあ、そういうスキルノウハウってのは確かに必要なんですけども、その入り口のところで、それが人に合ってる合ってないってのはやっぱりそれぞれ違いますもんね。そうですね、あの株式の投資に向いてる人、まあ、FX の方が向いてる人、あるいは本当に銀行預金だけの方がむしろいい人ね、それから、キャッシュフロー、例えば仕事からの収入がどんどん入ってそれが回ってる方っていうのはあんまりその将来の資産形成に対して真剣にその時点ではあんまり関心がないんですよ。ですから、はたと気がつく時に、何もその知らないとか、あるいはその、まあ後で後悔するようなことになりやすいタイプってやっぱりいるんですよね。やっぱそのある程度人生の局面局面で今抱えている問題だったり将来なりたい自分の姿だったり、そういうものをまずクリアにねイメージしてもらう意味でも、あのこういう自分で気がつかないところをね、こういう手法を通じて、あの月野さんから指摘してもらって、まあそこで気づいてもらって一つのね答えを見出していくわけですよね、うん、今あのお話ししてくださったように、うん、その人に合ったお金の運用の仕方ってすごく大事で、うん、やっぱり個性によって、なんだろうな、こう先のことを考えずにとにかく今を生きたいっていう個性もあれば、うん、今までの積み重ねをすごく大事にしたい、うん、それを どんどんこれからも積み上げていきたいという個性もあるので、うん、やっぱりその自分を知ることによって、そのやっぱりずっとこれから欠かせないお金を自分が満たされた状態で増やしていくっていうのは、やっぱりそういう、自分にリスクを楽しめるっていうのかな、うん、すごく楽しんでお金を運用してそれをもっともっと生きた形で生かせる状態になるってことは、すごくこの世の中でお金がなくなるってことはね、うん、ないと思うので、うん、すごく大事なことだと思います。それをね、ぜひぜひ
個性、自分がどういう資質、本質を持ってて、どういう行動パターンがあって、どういう時にストレスを感じやすいって、どういう時に自分が可能性がどんどん出やすい状況になるのかっていうのを知ることで、やっぱりそういう受けるね、こう自分がどういう形が運用が合ってるのかっていうのも、あの楽しめるものの、本当自分を満たすものの一つとして、あのぜひね、こう楽しくワクワクできるものっていうのを、みんなそうなんですけど、一つでも増やしてもらえたらいいなっていうのはすごく思いますね。そうですよね、うん、やっぱり本当今のキーワードはやっぱ楽しみながらっていうのはすごく大事だと思うんですね、うん、まあ、継続させて習慣化していくっていう中で、やっぱ楽しさがないと続かないし、そうですね、本当あの眉間にしわ寄せてね、あの勉強しててもこれ始まんないんで、あのテスト勉強と違って、やっぱり自分の将来に対しての具体的なアクションを、まあね、学ぶっていうことだったり、いろいろ体感するっていうことを通じてやっぱり達成してもらわなきゃいけないのでね、これあの僕も本当に楽しみにしてるんですけど、これ今あの先生のそのメンタルセラピス、あの、セラピールームですかね、はい、今三軒茶屋ですか。はい、三軒茶屋で、はい、細々といや楽しくやっております。もう入り口もすぐ分かるね、はい、あの色合いになってますしね、自分の中で楽しめる感覚でっていうのを第一にしてね、サロンもこうオープンしたんですけども、はい、もう最初私もセミナーから入って、あ、そうですね、あ、これはもうぜひ個別のセッションを受けようと思って、本当にこれ毎月ね1回はあのいろいろお世話になりたいなと思ってるんですけどやっぱりトップ の、 あの代表取締役じゃないですけど、そういう、うん、特に立てる方ってやっぱ孤独なんですよね。あの部下に気軽に愚痴吐けるわけでもなく吐き出しって言ってもいつの間にか愚痴にとらわれて、お前それじゃダメだとか、なんでそうなんのっていうあのやっぱり友達に相談するのと、やっぱりカウンセリングセラピーっていうのはやっぱ全然違うもので、種類が、内容もそうですけど、やっぱり定期的に来て、やっぱりあの吐き出しだけで、あのお帰りになられる方もいらっしゃいます。そこでこう満たした状態にするっていうのが大事なんですね。やっぱり人間って不十分だと恐れが生まれて、理想的に満たされてるともう理想が生まれるって、自分が不十分な状態になってると恐れであったり、良くない思考が生まれてくるので、いかに満たされた状態をね、お金もそうですけど、いかにちょうどいい自分がこういい、なんだろうな、こう豊かになれる使い方ができるキャパってあるじゃないですか、それをいかに自分がどの種類がいいのかっていうのを知るっていうのがすごく大事な気がしますね。あの講義の内容も先ほどお話でちょっとお話を伺ってて面白いって言ってたんですけど、はい、やっぱりあの受講するものも、私も常にユーモアを忘れないようにしてるんですけど、勉強好きな人嫌いな人って、まあ、子供にもよく言うんですけど、あのなんで嫌いかって言ったらつまんないからなんですよで面白い担任の先生だとその授業好きになるんですよね、やっぱり感情があって人って好きになったり嫌いになったりって、だからどれだけこう楽しく受講できるかっていうので入り方が全然違うので、それをねすごく実践されて楽しい、あの講義されてるっていうのを伺って、さすがだなと思いました。いやいや、もう本当月野さん毎日毎日というかね、あの多くの人を笑顔にして本当にいただいてる素晴らしいあの、ね、あのことを実践していただいてますからね、あの今後どんな形で、あれですかね、その活動を広げていかれる予定なんですかね。はい、ありがとうございます、あのちょうどですね、おととい綺麗な新しいのができましていい振りをありがとうございます、あの今やっぱり会社の企業の方とか、あのトップの方なんかは自分の部下とか社員とか、あのまあ、家族の方だったらちょっとここ行ってごらんって言ってもなかなかあの気軽に行けないということで、来ていただいたクライアントさんの中から生まれた提案なんですけど、私のセッションパスポートっていうのを今回あの作らせていただきました、こちらはあの合計5時間をあのちょっと1時間お得になる形で、あの1時間ずつパスポートチケットとして発行することにしてるんですけども、この特典っていうのはやっぱりその自分がその購入された方が誰が使ってもいい、プレゼントしてもいいし、ちょっと行ってごらんって渡してもいいし、あの
まあ、心のブレーキのカウンセリングとか、うん、いろいろ自分のコミュニケーションとか、あの自分の中で逆境力ですね、乗り越える力を教えて、うん、まあ、私が普段やってるカウンセリングの内容ですけども、うん、あのこのようにパスポートというのを発行させていただいて、うん、あの会社のトップの方とか、あとご家族の方にちょっと行ってこれだと、お友達にあげたりとかプレゼントしたりして、いろいろな方であのご利用させていただいてるんですけど、うん、こういうものと、はい、あとは企業向けなんで、法人様専用なんですが、はい、こういった相手の心をつかみ取る月の式ワークショップっていうのもさせていただいてます。いいですね、はい、これはこの間ちょっとね、先ほどお話ししましたけど、はい、大好評でした、ね、面白いっていう反応が一番あったのが、うん、一番嬉しかったですね。無記名のアンケート用紙とか、うん、いや面白かったとか、自分ってこう見られてるんだっていうので、ちょっと向き合わなきゃいけないところが見えてきましたとか、っていうのがね、体感して分かるので、うん、あのまあ、何でもそうですけど、コミュニケーション、感情、行動って、うん、ずっと伴うことであるし、それがあの満たされて初めて、そのお金のね、使い方とかも、うん、私みたいに間違った使い方をしないで、いやいやいや、あの生かしたね、使い方をできるようにするっていうのでも大事なので、うん、まあ、このような形も取らせていただいてますね、はい、ました。ぜひあの法人のね、研修もあのこれからどんどん広めていきたいですし、そうですね、あの個別のセッションも非常に、うん、あの本当におすすめですので、ぜひあのお気軽にね、これは Facebook とブログと、はい、ね、直接メールですね、はい、ブログの方に全部記載しておりますので、そうですね、うん、ぜひ一度ご覧いただいて、あのほぼ毎日ね、いろいろアップしていただいてますし、はい、あの私も毎朝、毎朝っていうか毎日ね、 Facebook とかブログを拝見するの楽しみなんでありがとうございますたまにね、こう怠けてる時もありますけど、いやいやいや、うん、あのいつの間にか自分が心から笑える状態になるって、あのすごく大事だと思うんですよね、うん、だからあの自分の豊かさって、もちろん物質的なお金もそうですし、うん、そこに行く余力を作るっていうのは、やっぱり自分の中で本当に、うん、あの満たされた状態って、よくこれよく言ってるんですけど、まず自分を満たす状態、自分がどう転んでも、あ、自分はこうだから大丈夫っていう、うん、それをね、いかにキープできるかだと思うんです、うん、人ってやっぱり弱いですし、世の中理不尽なことだらけだし、嫌なことだらけ、ムカつくことだらけなんですけどもなんかそこ、そういうのがあっても、私はこうだから大丈夫、うん、僕はこうだからいいんだとかいう思いがあってこそ、プラスの方にこう進められる、なるほどね、っていうのはね、あのすごくあると思います。カウンセリングセッションしてても、やっぱりあのとてもネガティブな考えしかできなかった方が、自分と向き合ってきついところを乗り越えて、あ、私ここだったんですねっていうのを、やっぱり向き合えた後っていうのは、やっぱりね、不思議とね、仕事も決まったりとか、いい方向に行くんですよ、でそういう報告も受けますし、はいはい、あのこの間も男性の方でしたけど、もっと声を大きく話したい、うん、話せるようになりたい、人前に出るお仕事の方なんですよ、なんかその方がセッションしてたら、その原因は何かというと、うん、過去に結婚選択するときに断ったんですね、うん、その結婚を選択しなかったことが、自分にとってすごくダメな選択だったって決めちゃって、ずっと残ってるわけですね。その時言った言葉が、相手が声が小さい、大きいことを言われてないのに、自分の中でもっと声を大きく言えばよかったのにとか、言った、強く言ったばっかりに否定されて結婚がダメになったのとか、自分の中でどん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 ネガティブな発想を膨らませていったら、最終的にカウンセリングしたら、どっちも幸せな選択だったよねって、 A、B、どっちかの幸せな選択の片っぽ選んだだけだよねって、まあこれ流れがあるので、ここだけ断片的に聞いても、なんでそれがっていう感じなんですけど、本人はね、それをね、すごくあの感動的な形で、あ、僕はその時間違った選択じゃなかったんですねって思った瞬間に、やっぱりね、込み上げるものがあるわけですよ、ね、ずっとそれをこう背負ってね、生きてたっていうのはね、やっぱりね、本人しか分からない、ね、辛さがあったと思うんですけどね、すごいな、どこでこうつながってるか分からないっていう、ね、なんかそういうのも含めてこう自分と向き合っていくと、あのいろんな豊かさを求めるような自分になれるっていうのも大事なことですね。これでいいやじゃなくて、もっともっと
豊かになる、人が喜ぶために、あの人の笑顔を見たいために、うん、いやもっと頑張って稼ごうとか、うん、働いてあれをプレゼントしたいなって、そのためにはどうしよう、じゃあお金を作ろうとか、うん、やっぱりそれも一つ の大きな手段の一つですよね。なるね、うん、いや本当にね、あの一人でも多くの方が笑顔になる、ね、まさにそういうお手伝いを、ね、月さんはしていただいているわけで、本当素晴らしいなと思います。本当、ね、これからもあの一人でも多くの方をね、はい、あの笑顔にしていただくためにぜひあのお力添えいただいて、ね、日本を元気に明るくしていきたいですよね。はい、そうですね、はい、あの私も引き続きあのお世話になりたいと思っておりますし、あのカウンセリング受けるとかっていうとちょっと身構えちゃう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、男もね、例えばその面と向き合ってこのセラピストの先生と、まあ、どこまで 本音で喋ろうかとかって頭でいろいろ最初考えてるんですけど もう気がついたら本当に見事に真っ裸にしてくれましてですねもうあの神さん以外の方であの真っ裸になったのはもう助さんが初めてと、別に物理的に服を脱ぐわけじゃないですよ。もう本当にね、あの気持ちの中でうわーって後で思うと、さっきの、ね、絵の話とかね、もう本当にねスッと入ってきますので、ぜひその辺全くご心配いりませんので、ぜひ多くの方にご事故って言いますかね、セッションを受けていただきたいと思いますので、本当ありがとうございました。今日は本当楽しい話でね、とんでもない、あっという間に時間経ってしまいました貴重なお時間ありがとうございました、ね、あの月野さん の、ホームページと、Facebook とね、それからブログです、アメブロですよね、はいはい、ぜひご覧になってみてください。でその後もしお時間あれば AOI のホームページもちょっとご覧になっていただきたい。あ、そっちの方メインでぜひぜひ。本当今日はあのあっという間の60分でございましたが、メンタル笑顔セラピスト、はい、月野さんをお迎えいたしました、ね、またあのぜひ機会あったらあのお越しいただきたいなと思いますので、ぜひぜひ何回でも来ます、はい、そうですね、でまたラジオの方なんかでもねご一緒できたらいいなと思いますんで、嬉しいですね、すごい楽しみです、はいはい、じゃあこのあたりでね、今週は失礼いたしますけども、今週じゃ今月ですねはい、あっという間の1時間でございましたが、また来月あの皆さんにお目にかかりたいと思います、はい、今月のゲストは、メンタル笑顔セラピスト、月野さんでいらっしゃいました、はい、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。